なんで今僕がね、ここに来てるかって話、ちょっとまじまじで真面目に言ってるから、目を見て話してください。何しに来たんですか。これでね、彼女が死んだりしたらね、責任を取れるのか。今だけ言うかないと思いますよね。責任を取れるのか、今までそういうことがあったから来てる。もう死んだことがあったんですか。あったから来てる。あったけど、心療内科に行くっていうハードルが彼女の中で高かった。死ぬという話は全然出てませんでしたけどね。死ぬのが怖いとは言ってましたけど。だから、なんだ、プロでしょ、ここは。その心療内科っていうのは本人が言わないことまで分かるわけないでしょ。だから寄り添わないと言葉出てこないでしょ。そんなことも分からないのか。自分がなんで怒るか、それは本人が本当に悩んできたものを踏みにじられたから怒るんだから。こちらとしては、言われたことに対して答えるわけです。それ以上のことはできませんね。それで心療内科が務まらない。なんか何なんだろうか。そんな半端な気持ちで心療内科やってるの、なんかそこがちょっと信じられない。すごくだってなんだ、ここの病院はいい、ここの病院は全然見てくれない、そんななんか分かった上で来るんだったら苦労はしねえだろうと言っている。お前は人の命を奪うかもしれないんですよ。心療内科からそれでいいのか。死ぬなんて話は全然分からない。だからなんで5分で分かんの、そんなことが。言わなきゃ分かんないよ。お前は聞き出すんだろうが。言わないことをどうして聞かせるんですか。お前なんか心療内科でしょ、心の病院じゃないの。ここ心のクリニックって名前でやってるのに心に傷をつけられてるんだぞ。だって寄り添うとかないんですか。だから聞いたことしか分かんない、言わないことは。だって本当にじゃあ何だろう、自分で死んでしまう人ってのはね、生きる辛さと死ぬ怖さが混同してる。それは分かるでしょ、あなた。それは分からない。そうなんだよ。は言ってなかったんだ。言うわけないでしょそんなの。本当に死ぬやつはね、直前まで死ぬって言わないの。いやーそんなことはない。マジか、それも分かんないんですか。一切やめたら。自分がやったことでこうなってるんだ。やったことは絶対に返ってくるからな。それはこちらが言いたいね。何をやった。僕は自分の彼女が傷つけられてここに来てる、守るために。本人は言えないからな、怖くて。あなたにもう会うのが怖いと言っている。他の心療内科どこにも行けないと言っている。今日来たのが初めてだったの、心療内科にな。本当に意を決してきた。悩んで悩んで悩んだ末に行ってみようってことで心療内科にようやく来たら気持ちを踏みにじられた。だから来ている。さっきあの電話ねしてくれようとしましたけど、なんて言おうとしました。繋がって、うん、もうでもどうだろう。まあ、はっきり言ってあなたのように謝るつもりなかったけどね。お、そうなんだ。じゃあ出なくてよかったな。なんていうつもりでした。なんかまあ死にたいというようなことは聞かなかったから、まあ聞かれて、まあ、同じことだけ、まあ、言われたことは同じことだけだ、うん、なるほど。じゃあ本当に彼女はここでのあなたの診察が原因で苦しんでるのに、そこにさらに追い打ちをかけようとしたのか。あなた本当に医者を辞めた方がいいと思う、僕の意見。あなたやめた方がいい。なぜなら人の心を軽く見ている。そして自分がやったことは返ってくるぞ。いいですね。あ、いや僕が何かやるってわけじゃなくてね、あの巡り巡って返ってくるっていいんですよ。あ、そうですか。そうそうそう。いやマジでそうなんですよ。いいことも悪いことも、ね、返ってくるんですよ、不思議なことにね。そうですか。はい。だからあなたが彼女にどれだけ大きいダメージを与えてしまったのかってことを今悔い改めてください。悔い改めません。はい、どうぞ。